<laughs> 大丈夫喋れんんかも、ごめん <laughs> お願いいしますすおスーション待て待てて、す忘れすぎはいれれれ嘘 <laughs> 嘘か国ステーションお はい今週もやってまいりましたお帰国ステーションの時間ですはいはい <laughs>、はい、では一週間ぶりですね一週間ぶりとなりました、ね、今日のはい、はい、今日の放送をお届けするのは日よりことち年とですはいよろしくお願いしますち願いし,願いしミキサー大丈夫ですかやばい喋れんはず今日 <laughs>、はいミキサー担当しますのでよろしくお願いしますはいよろしくお願いします自己流かも ちょっと事故らないでね、はいで。頑張って話したいと思います。中間の分まで、はい。お願いします。はい。では、早速、メールアドレスから紹介したいと思います。お、はいえっと、帰国ステーションではメールを募集しています。メールアドレスが76、761-fmcoza.jp 七六一アットマーク、FMKOZA.jp まで、皆さんお願いします。はい、お願いします。はいはいはい。で、そして、ツイキャスじゃなくて、えっと、ツイッターですね。ツイッターもやっています。ツイッターのユーザー名が、アットマーク、オキステにアットマーク、小文字で、OKI,、OK、SUTE、数字の二で検索していただければ、 ツイッターのアカウントつながりますので、ぜひそちらもフォローなどよろしくお願いします。お願いいしますはい、ということで、いや1週間ぶりだからさ、ちょっと緊張して、なかなか言葉が出てこないんですけど、知念。<laughs> <laughs> じゃあ、先週あは、うん、お曲祭でね、はいちょっとメンバーが来れないということで、休みだったわけですけれども。そうなんですよね、うん、知念はちなみに。ああ、俺は行けたよ。<laughs> <laughs> 普通に言う、<れ>いけたよって、あれはいけたけど、一<れ>人でやるのは無理だ。一 <laughs> 回あったもんね、一人でやることあ。あれ、やばかったから、一人でやるのは絶対できないって思ったから、全 <laughs> 週はすみませんが、お休みさせていただきましたね。いやということであ、結構ね、コメントが来てます、<い>さ読みますね。はい ルドルフさんから「はい、はいさーこんにちはお帰国ステーション」の皆さんひよりこさん知念君ちいかあちゃん今日も楽しくということでありがとうございますありがとうございますそしてルドルフさんから「うん、知念君眠そう」ということでね <laughs>、はい、もうその通りですよ本当に <laughs> そうですか画面からも伝わってるみたいだけどあ、まあ、でもあのラジオ聴いてる人にはばれてないから <laughs> 声は元気でしょ <laughs> もうバレて <顔は S 2> そうかな。ね、<laughs> 今今の時点でバレたし、声も眠そうだよ。<laughs> そ<う>うん、眠そうだよ。うん、じゃあ元気出していかないとね。行かないとね。はい行ってください。ちゃんと元気出して。はいはい、あとお帰国祭おつおつですということで。はい、うん、ありがとうございます。そう私とあのモエがお帰国祭でね出店をしたんですけど、アイスクリーム屋さんとして出したんですよ。えーうん でも、ね、あのお帰国祭の日めちゃくちゃ寒かったんだよねああそうなんだめちゃくちゃ寒くていやなんでアイスにしたんだろうねみたいなみんなで話してて <laughs> なんでアイスにしたんだろうってお客さんからもななんか、なんでアイス売ってるのみたいなこ言われたらしくてのあ冗談っぽくね <laughs> いや、こんな寒いのになんでアイス売ってんのみたいな言われていやアイス寒い時こそアイスでしょみたいな感じで一応押してたんだけどいやねあれはちょっと。<laughs> 計算ミミススだだっったたわ、本当に<て>私が、あのー、土,土曜日だけの出店になってしまって結局<ー>ないろいろな,、ね、なんか発電機の関係で土曜日だけしか出店できないってことになってしまって、はい、ちょっと、うん、やばいやばいなんかもう赤字になりそうっていう感じででも頑張ってやってたんですけどあの私、結婚式が土曜日入ってしまっていてもう日曜日にかけてたんですよ、私の思いは。うん で、ね、まさかのね日曜日がなくなっちゃったので、うん、土曜日の2時間あ1時間か十一時に始まって十二時までの一時間だけいたんですけど、うん、いや寂しかったよ <laughs> <laughs> めっちゃ寂しかったでその後結婚式に行ってお祝いムードでねすごい,いや幸せな気持ちにはなったんですけど、はい、ちょっとねあのの合間合間で思い出すわけですよ、うん、今頃<ー>みんなは楽しそうにアイスを売ってるんだろうなって 悲しかった幸せな場所なのに、そそそうううちょいちょい思って、LINE を見て、あんなにも来てない、みんな忙しいんだ、感じでやってました、いやあ、あっ、中野町の和樹さんから、お帰国祭のアイスクリーム屋さん、よかったよ、トッピング充実してて、アポロのチョコがあったのはポイント高いということで、来てくれたんですか私多分会ってないかな。 結婚式行ってるときじゃないですか。あいうなんでトッピング充実してっていろいろあったんですかアイスがもともとあって某会社と提携を組んでアイスを売ったんですよ。それしか言えないんですけどそれに私たちがトッピングを用意して自由にトッピングしていいですよみたいな感じでやってたんですけど。 いや嬉しいですそんなふうに言ってくれたのはありがとうございます、うん、チョコレートとかチョコレートとか、うん、そうだねクッキーとかあ,ーあとカラースプレーとかカラースプレー、えー、うんカラースプレーってわかるわかんないえなんだなんて言えばいいなん,なんだろうパラ,パラパラってするやつチ、ね、チョコ <laughs> チョココパパラパラーってするやつやああんかカラフルなあのちっちゃいチョコ のやつかな。そうです。そうです。あの緑とかピンクとか、そうそうそう。そういうのをね、準備して、本当にあのインスタ映えっていうのをテーマに。やってたので。あのね、そう、本当にインスタ映えに関しては。ほ誰、どこの店にも負けてなかったんじゃないかなって、ちょっと思います。あ。そう、あ、見た。写真は見たよ。ああ、そうだね。写真載せたもんね。そうなんですよ。ルドルフさんから。可愛い子しかいないお店だった。 ですよね。ってことで、そうなんです。そうなんです。私も含めてですね。はい、ということで。ということで、ちょっとちょっと、知念が喋らないとさ。知念がなかなか喋れないから。そうだよ。喋れない。困る、困る。そういうの。ボケだったのかな。ってボケが分かった。しかも、黙った。なんでなんで、なんで、普通に反応してくれればいい。 そうだよね。可愛いから、可愛、ね、い,いからね。そう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 。可愛、うん、い,いから、ね。ありがとうございます。なん <laughs> でミス出れなかった <laughs> 本当ですよね。おかしいおかしいな。いな来年です。<laughs> はい。ということで、<laughs> 今日のトークテーマが冬ということで。うんはい、では冬について何か知念ありますか。冬といえば。冬といえば。うん。 うん、じゃあ逆に何かありますかどうしたどうした逆にっていうのあるんだないやんか俺一番目によく喋ってるなって思ったからあ本ほんとうんそうだ別にんか他の人が一番に最初言ってもいいかなって最近思ってきたんだよねなんか知念ちょっとなんか強くなってないどうしたどうしたそうなの ?2 番目ぐらいがいいのかなみたいなあ分かったじゃあ私から話しますじゃお願いします冬といえば最近寒くなってきたじゃないですかははいいそう。 最近さ寒いからのちょっとちょっと違う話するんだけど寒いに関連してあの免許更新に行かないといけなくてというのも私誕生日が12月9日なんですよああよかったねじゃあ土曜日だから関係ないうそうそ嘘嘘嘘嘘え違うでしょだって翌日ラジオだよほらほらほらでも終わってるさ終わってるいや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  誕生日おめでとうって大丈夫だ一日だったら全然オッケーだよ。本当は今週やるやれば一番ベストだったけどね。残念。だな。えどういうこと？来もう楽しみにしてますので皆さんからの誕生日おめでとうっていうコメント。いやそうじゃなくてその話じゃなくて誕生日が12月9日なのであの免許更新に行かないといけなくてでもあの私目がちょっと悪くなっててちょっと怪しいんですよ。 だから先に眼科に行こうと思って、はい、眼科に行ってあのコンタクトちょっと度数をね、うん、上げてもらおうと思ってであの眼科あの私いつもこれさ眼鏡屋さんの名前とか出して大丈夫なの大丈夫じゃないかな大丈夫いつも眼鏡一番でコンタクト買ってるから今回も眼鏡一番に行こうと思って車走らせてたんですよね、はいうん、であの私結構前に本当にだいぶ前にコンタクト変えて。 ってたので場所がちょっとあんまり覚えてなくて、うん、マップでね、うん、あの眼科が隣にあったのでその眼科の名前を検索して行ったんですよその眼科にさえつけばメガネ一番にもね結果的につくじゃないですか、うん、で行ってたらなんかあと400メートル先左方向って言われたから、うん、あそろそろなんだって思った時に左側にメガネっていう名前が見えて あここじゃんと思って、うん、ちょマップ間違ってるよみたいな、うん、400m も行かないじゃんと思って普通に入ってでお店に入ってであのコンタクトをちょっと度数変えたいんですけどって言ったら、うん、あこっちお座りくださいって言ってちょ名前とかいろいろ聞かれて、うん、で調べてるんですよパソコンで、うん、そしたらなんかちょっと首かしげててどうしたんだろうと思ってそしたら,そしたらなんかあのこちらでコンタクト買ったこととかありますかって言われていや あの今は買ってますみたいな、うん、今現在あの、はい、ここのコンタクトずっと使ってるのでって言ったらあそうですかって言ってまた調べてるんだけどなんかずっと首かしげてて、うん、どうしたんだろうなと思ったらなんか違う人がまた来てちょ,ちょっと上の人かなが来て<ー>なんかまたその人も調べてるわけうんみたいなどうしたんだろうと思ったらあのすいませんお客様失礼なんですがあの私たちのお店で買われましたかって言われて。 いやだから私、あのこのお店ですよね、えっと思って、んちょ,ちょっとんあ,どあれって思って、うん、ここってちなみにどこ,で、あのー、何どこですか、どのお店ですかって聞いたら、いやあのがりえ眼鏡なんですけどって言われて、うそ <laughs> と思って、しかもなんかあ、その時に、あ、やば、失敗したって思ったんだけど、恥ずかしくて、うん、あ、あがりえ眼鏡さんですかみたいな、あ、私、あれ 私そういえばメガネ一番あ失礼しましたって言って、そのまま逃げたんですけど、めっちゃ苦笑いしてて、なんかね、あのライバル会社じゃないですか、一応。いやー、あれはね、本当に、背筋が凍りました。ゾッとするね、ゾッとしました。いや、なんかそこでさ、そこでさ、じゃあなんか笑って、なんか、いや、ここはあのがりえメガネなんですよって言ってくれ,るってくれたら、私もまだ。 ごめんなさいって言えたんですけど結構苦笑いだったんですよ。いや言えるわけないえななんでなんでまずお客さんさで完全に間違ってるさそっちがでも堂々としまくってたじゃあ一応失礼しましたって言ったよちゃんと失礼しましたありがとうございますではみたいな感じでちょっとそそくさといきましたけど。 あれはね本当に申し訳ないと思って、うん、ライバル会社に行ってしまい、うん、堂々と <laughs> いやここで買ってるんです私はって言ってじゃあもう新しくそこで買えばよかったの、ね、それは違うんだそれは違うよ、えー、それはメガネ一番を裏切るわけにはいかない何かんないけどっていうことがあってね<ー>いや最近本当にこういうことが多くて違い多い,んの、ね、<laughs> 多いんだよねそれ最近ちょっとね じゃなんか「眼鏡」って書かれてたからさそれだけで「眼鏡一番」って思っちゃったいろいろあるよ眼鏡屋なのにそれはガネつけるよそうだから店内もちょっと変わってるなと思ってて前と違うなって思ってたわけそもそも眼科が隣になかったのじゃあ違うじゃん。じゃゃだけど私の記憶違いで眼科もうちょっと離れたところだったのかなみたいな。 ととかあと店内もあ<ー>あさ最近リニューアルしたのかなとかいろいろ考えてうん、うん、であだあ私は間違ってないって思ってた間違ってた以上 とするねはいととといいいうこで次年話づらやばな長々すませんね長々とメガネ屋さんの話ばっかしてはいしかもあんま冬関係なくない根拠おる寒い話っていうことでかすってるかすってるさっきかすってたら OK って言ってたじゃんじゃあ俺もじゃあかする程度かなもうかすっていいよかすってやっぱ12月って言ったらあれじゃないですかうん いろんなイベントイベントっていうか行事的なやっぱりあれですよ25日のクリスマスとか31日の大晦日とかいろいろあるじゃないですか。ありますね。で思ったのがね日本って結構いろんな毎月のようにあるんですよね行事的なことが。行事がありますで1月はお正月とかでしょ。うん 幽霊あって、十一月だけなんもないわけさ。え?。あ、そっか。十一月。十一月。十月はハロウィンとかでしょう。あ、そっかそっか。六月とか、はまあ一応、まあ。六月もないか。父の日。あ、そっか、そっか、あるさ。そうだね。でも十一月だけないわけ。ないね。だから、新しく作るべきだと思うわけよ。十一月。はい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 。で。 一応まあ10月30日ハロウィンだから、うん、か外国からも取り入れてるさだから11月になんかあのーえー、イタリアとかでやってるような、うん、牛追い祭りとかやればいいのにそ,<ー>そしたらもうコンプリートいはい。そういうイベントなんかないのかなみたいなでも、ね、多分できるんじゃん11月もこのなんかハロウィンももともとなかったやつだしだから。 毎月毎月なんか新しいイベントどんどんできてて多分最終的にはもうずっとイベントさこの調子でいけばそうだねだスーパーとか絶対大変になるなみたいなあそうだよねハロウィンやってて終わったらもうすぐクリスマスのやつとか今やってるし忙しい確かに久高さん久高さんから11月22日が愛子の誕生日なんですけど。 あ歌手のアイコ？はい、あ知ってますけど、うん、あのー、行事ではないよね。<laughs> 国の国の行事ではないよ。ね。多分国のクダカさんにとっては一大行事なんだからね。はいは。一大行事なのはわかりますよ。うでも国の国の話してる。国の, <laughs> 国のあそしたらルドルスさんから11月はサンクスギビングで。あー。 あ、十一月なんですか？サンクスギビングデーってあるよね。あるなんか。なんだっけ。外国あ、待って。外国のね。でも日本では日本でもやってた。いやでも日本ではやってたかな。聞いたことない。本当に？テレビでやってなかった。どういうどういう日？どういう日だったかはすいません忘れちゃった。はいあの検索してる。あありがとうございます。検索してるということで、久高さんが違うんですか？ってイコのおね。 誕生日は違うんですか国の行事じゃない国の行事なわけないなじゃあそこまでじゃあそこ愛子が生まれるまではなんだったわけああなかったけど愛子生まれてから生まれてから多分ね行事になったんでしょうね久高さんの中ではあとそうですねちいかが調べてる間にルドルフさんが「ちいかちゃん大会おつおつです」ありがとうございます はい、そうだよね,大会,だだよね大会、だ、えっったえと先週か、うん、お帰国祭でみんな楽しんでる中、うん、私は石垣で雨に濡れながらの大会。雨<お> <laughs> 雨だった雨あ自分の時はちょっと小雨だったけど、もう雨で観光もできずみたいな。あそうなんだ え、外での競技だよねあ自分陸上だからうんそうだね外だね大丈夫だったあじゃ小雨だから大丈夫か小雨だったから大丈夫だったけどうん結果がダメだったの。あ結果が結果あれだった表彰台まであと一歩だったそうなんだ惜しかったねだから来年頑張りますそうですね来年頑張ります頑張りますということですごいもう早速来年に向けて素晴らしいですあねなんかさあったよあった 全部読もうねハロウィンが終わり11月に入ると、うん、日本ではあちらこちらでサンタやツリーが飾られクリスマス商戦もあちこっちのお店でね始まる、はい、しかしアメリカではまだクリスマスの飾りはつけ,飾り付けは始まりませんその理由はクリスマス前にとってもあ間違ったクリスマスマの前にとっても大きな祝日が待っているからっていうので「うん、感謝祭、ね」にサンクスギビング がアメリカ合衆国のお祭りとしてアメリカ合衆国とカナダかカナダの祝日の一つとなっていてえっとねあ何これなんだこれまあ感謝する日とにかく感謝をする日何に感謝するんだろうごめんウィキペディア見てていい神様とかそういうことそうそう感謝祭はイギリスからマサチューセッツ州の ブリマス植民地もわかんねえこれ難しい要は要は何する日だって要は感謝する日神に感謝する日宗教的キリストのこの宗教の神に感謝を捧げる日そのままじゃあ感謝する日ということで11月は日本無宗教多いけど宗教は関係ないんだよきっととにかくあそっか いろんなものに、クリスマスとかもそうだしね。そうそうそうクリスマスだよね、前に。神に感謝をしようみたいな。なるほど、じゃあもうこれで11月はイベントが。サンクスギ。サンクスギビングデーということで。日本でもうちょっとね。取り上げてほしい。ああ、確か日本ではあまりないよね。あ、収穫に感謝する日って。このいろんな、なんだろう、収穫。 うん野菜とかさいろいろそうだね似てるねそう考えるとへえなるほどあじゃあね普段いろんなものね食べてるからそれに感謝する日ということなんですねはいなるほどなるほどちいかは何かありますか冬に関連したお話とかえっとね冬っていうかうん なんだろう冬ってさ寒いからお鍋するとかあるさ。しかこれまでお鍋が食べれんかったわけ。え？は？お鍋が無理だったわけ。そう何鍋の何がダメなの？味？味じゃないか。味なんだ水炊きとかいうのも無理だったし何だろうもう最初ちょっと潔癖症があったんだつ。ああみんなでつつくからね。うんうんあったけど大学入って。 いろんな人と交流していく中で慣れてきて食べれるみたいな味が分かってきてこれまでで小学校低学年から食べてなかったわけよ鍋を。美味しいよ鍋はやってたから生きてたからこれまでそうなんだやっと鍋を食べれるようになりましたっていうのだねなるほどやっとあったかいの分かったみたいなこれあったかいねみたいなそうだよ鍋ってあったかいの。 しかも、みんなで続けば続くほどね、楽しいしうん。いねそれだ、分かった、それが分今年はね、鍋を楽しんでね、チューカ楽しむたれとかねはい、全然一人でもいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫楽しい、楽しいあ、なんなら私一緒に、や一緒に食べるからさ一年仲間外れだけ、ごめんねあ、大丈夫だよいい、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 いいの遠慮してる、遠慮してる ということで、はい、このぐらいにしようかなじゃあ冬のお話はで,、ねうん、ではどうしよう曲流すどうしようかな時間が時間あれですねもう一旦 CM いきましょうか、うん、はいではということで一旦 CM ですうんーと時間のコーナーだよねうんオッケーあー知念髪切った切ってない <laughs> 最近さなんかいろんな人が髪切ったように見えてなんかみんなに髪切ったって聞いてるけどなんかさ髪切ったってさ、うん、あ言う人は言うよね<笑><笑><笑>これ適当で捉えていいのか <laughs> ああ切,りあ切りたいたたああなんか雰囲気が変わってるからあれかなと思ってえ M−1 ちか普通に予想なんだろう希望希望は和牛さんにとってほしい自分和牛さん好きっていうのと、うん、去年が準優勝 あと一歩だからみたいなのもあるけど他にメンバーがなうーそうそうネタ順これ今から決まるさ<あ>そうなんですよ、えー、放送ルールがこ今年変わったんですよいい、ね、それなそれな <laughs> 絶対に <laughs> ちょっと焦るうあやばい チカのあれ <laughs> すいませんチカのショータイムはい流れてない流れてないぞ流れてないうんなんかね流れてない刺さってないそしてヒオリコの声がエコーエコー <laughs> 私が歌おうかじゃあ歌ってほしいのあれチャラランななチャラランチャラチャラチャ,チャ,チャあできたできたよかったよかった,た、ね、びっくりしたスイッチオ,オフにしてました私 <laughs> すみませんはい始まりました <laughs> 始まりましたはいはいチーカーのショータイム <laughs> このコーナーは私お笑い大好きチーカーが沖縄県内で活動しているお笑い芸人さんだったりまた私が気になる公演イベントについて紹介トークしていくというコーナーです はい久しぶりなのでちょっとあたふたして最初の宣言通りちゃんと放送事故起こしてでしょおキステってこういうものなんですよやったらそうそういうこと言うのは楽しみでしょみんな放送事故はね多少あってもいいよ多少あってもいいあた面白いそれはそれではいじゃあねやっていきますはい今回紹介する芸人さんは 久米島が生んだ秘密兵器ドラゴンエマニエルさんです。<ー>聞いたことありますかね。聞いたことある。あります？うん、ねこの人たちねなんかオーワングランプリとかにもよく優勝してて、C M でも出てるんですけど、うん、じゃあ紹介していきます。はい、えー。ドラゴンエマニエルさんはフリーエンジョイカンパニー通称 F E C 所属。ボケ担当の翔吾さん、手つっこみ担当のキッペイさん。翔、え、吾、ー、さんが身長がなんだろう。 で,こぼこで覚えてるわけ、うん、<ー>身長の低い方が省吾さんでツッコミ担当んと吉平さんは身長が、ね、すらって高い方なんですね。2> えーはい、で2人は久米島出身でして、うん、で出身大学が省吾さんがですね、うん、沖縄大学そして吉平さんの方が私たちの先輩になりますね。 この沖縄国際大学なんですそうなんだ帰国大出身でして、2009年8月にコンビ結成ということだから、うん、大学在中、なんだろう、在学中に。学中ではないかぐらいにはもう、あれだ、<え>一応、2人同級生で久米島出身だから、うんうん、それから、本島に来て、うん、で一応、お笑いの。 コンビとかでコンビを組んでたんだ組んでて2009年にコンビ結成していますはいはい、はい、で二人は先ほども言いましたが、うん、CM とか久米島の久米線の CM で見たことある人もいるんじゃないかなってはいはいはい、うん、ス,スでも来てますねうん、あっちか久米島のスターって書いてたあー久米線に見えた一緒久米線のスターみたいな <laughs> 訓練生の CM 出たりとかテレビだったらねさっき言ったこの新種、うん、o 大1グランプリ沖縄のね正月にやってるシるーレースなんですけど、うん、そこで第5回、第9回、第10回2年連続3度の優勝してたりとかすごいねそ<う><ー>結構、沖縄の賞ーレースあと1個ある沖縄の,このバイアスロンってあるんですよ、うん、そちらの方にもね決勝にも出てたりとか。<ー> やっていくようなメンバーなんですけどはいはいはいで、きっぺいさんなんかこのきっぺいさんとし吾さんのネタ見たことありますなんかイベント2よくやってるんですけどある知念あるよ、俺はさすがなんかさ、自分もあったりするんですけどだいたい自分がハマったのがヤクルトレディの話ヤクルトレディレディじゃないか、あれ、なんね、迷子かん迷子のやつかなんかショッピングモールで迷子の 助けられる大人になりたいって言ってそれかいろんなのが繰り広げる中でヤクルトレディーが出てくるんですよ。ヤクルトレディーのなんか話がよく上がっていくんですけどもそれがつぼって YouTube で何回も見てしまってから、えー、面白いんだ,だから皆さん見てみてくださいどこでヤクルトレディー使われてるのかってなるから。<laughs> あ、そうなんだクレーム来ないかみたいなちょっとあそういう感じ面白いので見てくださいそれでこの省吾さんと吉平さんの趣味気になって見てたんですよそしたらお帰国出身の先輩の吉平さんの方はですね普通に野球が趣味としてあげられてるんですけど省吾さんの方がちょっとたくさんあって趣味は釣りで。 あ、で、特技も、特技沖縄相撲ってわかります。沖縄相撲。はい、はい。そうそう、沖縄相撲って、あの。うん。何が違う?。沖縄相撲、あ、一応聞いたことあるよ。相撲、なんだろうな。ルールも、ちょっと、日本のこの相撲とも。うん。違うの。ルールが違くなって。へえ。沖縄相撲だったら、なんだろう、柔道みたいな投げとかの技も。うん。 入っっっててくるるよよううななちょと変わんんですそだその相撲で久米島代表でなんかいつも優勝してたりとかすごいねじゃあ体も結構体しっかりしてるしっかりしてるそうなんだ体なんか見たい人検索してみてください「ドラゴンエマニュエル」それか小刻みプラスのなんだ乳首取り相撲 あるんですよ。バーミそれでも優勝してますよ。ええ。でも相撲関係においてはね。強いはず。すごいな。したら資格とかも大型特殊免許なんかがたいからああすごいなみたいな生まれし。玉掛けって資格なんですね。玉掛けってなんだ？聞いたことあります？玉掛けとはクレーンなどに物をかけ外しする作業のことだから多分作業現場。ええ。工事現場。はい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 。 すごいねなんかいろんな能力持ってるねいろんな能力持ってるすごいなみたいなこのしょうごさんはいんかいろんな面で面白いみたいな感じでそうだね気になってましたねはい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 皆さんも見てみてください YouTube にも載ってますので見てみますドラゴンエマニエルオッケーオッケードラゴンエマニエルですねはいエマニエルさんよろしくお願いいたしますということではい えーっと続いて気になる公演がありましてそちらの話をしたいなと思うんですけどドラゴン・エマニュエルさんとは少し離れるんですけど「琉球の魂ここに集う、えー、竜人の宴2017うるま華やぎの祭典」というものがですねほうほう12月9日と10日の2日間。 市石川多目的ドームにて行われます。はい、このなんかイベントはですね「はい、琉球の魂ここに集う」をキャッチフレーズに沖縄県内外海外で活躍するアーティスト芸能団が集結し琉球芸能や華やかさ力強さに、えー、しなびやかな演出を加え琉球芸能の魅力を 一度に体感できるあ迫力のステージとなっています。はいはいこの中でですね石川多目的ドームなんで。はいあの石川多目的ドームといえば何か思い出すのあります？石川多目的ドームはいえ石川石川といえば石川といえば三栄あ三栄違う三栄思い出すかエイサあエイサもねあるんですけど石川なだ うるま市って言ったら東牛なんですよああ、そうだね東牛が有名で東牛といえば伊波大使さんっていう人も出るらしいですよ伊波大使さんって東牛のこの解説者がいるんですけどめっちゃ面白いんですよトークがそうなんだちょっと芸人みたいな人が出たりとかもしますまたですねこの竜神の宴にですねお帰国の心理カウンセリング専攻の学生が二人 二人も出演するということで、えーえー、琉球国祭り、えー、琉球国祭り第1個にメンバーとして出演するそうなのですごいねはいえー、うん、かその他にもですね、うんうん、またアリアさんってわかりますバイオリニーさんアリアさんアリアさんっているんですよ、うん、アリアさんだったりシャカリの千秋さんなどなど たまた FM 小座で毎週金曜日の13時から放送しています平梢さんの「サーユイサモーレ」という番組があるんですね。うん、平いうさんも、えー、出演んますので皆様時間ある方はですね、うん、うるま市石川多目的ドームにて12月9日と10日の2日間会場が16時30分開演が18時30分に。 行われますので、うん、皆様ぜひぜひ遊びに行ってみてください。はい、チケットもありますね。うん、前売りが S 席が三千円、うん、で一般席が二千五百円、うん、で中学生以下が千五百円、うん、そしてそ当日はこれにプラスして五百円増しということで、うん、はいはいはいなるほど。ますので皆様ぜひぜひ。 遊びに行ってみてください。はい、はい。ね、うんうん。いっぱいいろんな芸能団がいますので。そうだねー。ね結構大きなイベントですね。大きな,イベントなので、うん。ということで、はい。この辺で地域館のショータイム終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> はい、はい、今週の疑問ということで。 このコーナーでは、シイカがやっちゃったっていう感じでやってますが、全然ね、政府、政府、ちゃんと今週の疑問って言えたから、大丈夫タイトルコールして流れるところがね、今回は逆になってしまいましたが、このコーナーでは、日頃、皆さんが疑問に思っていることや、またですね私が疑問に思ったことを皆さんに投げかけて、それについてみんなで議論していこうというコーナーになっています。 今日は私が疑問に思ったことを持ってきたので、うん、皆さんにちょっと投げかけたいいと思いますでは最初の疑問は知り合いを見つけたときどのタイミングで目を合わせるべきかということなんですがこれはですね、あのー、私、うんた、例えばなんだけど、ま、道を歩いててさ道で歩いてて、うん、すっごい遠くから知り合いが歩いてきたとするじゃん。うん で、これさ、いつ私、目を合わせてたらいいか分かんなくて、見分かるんなんかさ、かなり遠くで見つけたとしてね、そのかなり遠くにいる時点で目を合わせ,合わせてたとしたら、うん、そこから歩いてる間、ずっと目を合わせないといけないじゃん。<ー>その間、何していいか分かんないじゃん。ただ目を合わせて、何て言うのそれよりかはちょっと、ちょっと距離が詰まってきたときぐらいに、目を合わせた方がいいのか。 あれこれこ私だけ、うん、だってまず遠くで目合ったら「おお」みたいな、うん、手やるやるじゃん、うん、やった後にやった後にさ、うん、どんどん近くなっていくじゃんその間どうしてんのその間ずっと手振ってるわけじゃないじゃんああ<ー><え>まあ別にうん普通に手振ってるけどな「おお」ってやってうん、うん、で普通にバーって。 早歩きするかな。ああ、早歩くして、あ、お久しぶりみたいな感じで、ああ。あ、そうなんだ。え、ちかは。あ、自分も合図するじゃん。普通に、そしたら、合図した後は。まあ、多分ね、久々に会うとか、まあ、会うんだったら。その。合流するまでは、もう別に。まっすぐ見て、普通に歩いて、会って、ああ、みたいな喋る。 別に合図してあとそんな本当に私だけなんだこれそうなんだいやなんかさ毎回これでどうしたらいいんだろうって思ってしまってなんだろう結構遠くに見つけてるけどでも今ここでおおって手を振ってしまったらこのあとどうしようみたいなこの時間この時間どうしようって思っちゃってだから私の場合は見つけたとしても あのしばらくはちょ目を合わせないようにしてでだんだん近づいてきてあそろそろかなってタイミングを見計らっておーってやってるあそうなのあ見つけて歩いてて、うんうん、近づいてからこんなバイバイと、うん、かあじゃあバイバイじゃないねなんかんねおおやっほーみたいな感じでやるんだけど<ー>これ私だけなんですねあのみんなちょ葛藤してるのかと思ってます、うん そしたら普通に歩いてる。なんか小走りとか。うんうんうん。ああ。そうなんだ。うわ、これ私考えすぎですね。向こうが。気づいてない時っていう話だったの。もしかして。うん、気づいてる。気づいてる。気づいてる。どっちもいや、でもわかんない。わかんない。気づいてるかわかんない。向こう傷つかん。あ、じゃじゃ気づいてるかわかんない。わかんない。あ、こっちが手振ったら気づくかもしれない。っていう状況。ああ。うん。 なんか微妙じゃあっちから手振られたら普通に振るんだけど、あ俺も確実に見たなって思った時は手振るよ。でもさ、それまで別に微妙な時どうする？見とくずっと見つていいじゃん。あっちもあいつするよ。あそうなんですか。ちょっと私ちょっと考えすぎてました。テレア？やてテレアなのかな？ちょっとテレアかもしれないです。すいません。そうなんです私テレアなんですよ。可愛らしい場面。うん。 逆にそうでもない人と会ったの方が俺は困るけどねそうでもない人ってどういうことあの顔見知りあそういう時どうするの俺確実に見ないふりする確実に見ないふりするえでも案外さそういう時って相手気づいてるよね気づいててもだって顔見知りだよって思ういやでも顔見知りだけどなんか 傷つくかいやだって顔見知りとすれ違いざまに「おーっていう話だけじゃないいやまあまあまあそうだけど私実際経験があって顔見知りの人確実に1回目あったのにそらしてそのまま通り過ぎたことがあったわけねあっちがそらしてなんかあっそらされちゃったでちょっとショック受けたことがあって。 あだからなんか私は一応会釈ぐらいはするようにしてるかも、うん、目あったら、えー、なんか「ああどうも」みたいなあ「前会いましたね」ぐらいな感じでやるかなー、うん、えちいかはどうどうは、まあ、うん、うん、顔見知りだよね会釈、うん、するときはするけど、うん、なんか、うんうん、この人には、うん 挨拶、そこまでゃ釈をしたくないなっていう時はんかスルーではないけどもう周辺見てますよって感じで気付いてるよかもこの人がいるって見たことある人気付いてるけど違う方向に見てから歩いててとかになると思うなんだ気付いてないです私はみたいなで相手からもし声かけられたらおおみたいな 初めて気づきました感を出すのね。なるほどね。後日言われてもあいたんですかみたいな。ああ、まあそれで通した方がいいよね。ねとかまあこれ言っちゃったからもう近いえしゃくしますね。バレちゃった。そっね。バレ行ってしまった。行って気づいた。これからはちゃんとえしゃくしてください。気づいたら。はい。ルドドルフさんから。 気づいて、相手に無視されたときはということで、あ、私じゃないですか、それ、傷ついた、傷つきます、<laughs> 無視されたときはどうするかってことですかね、あ、うん、傷ついて、あの、私もあーってなって、そのままスルーですね、<laughs> でもそれがあの、私、結構友達といるときにやることが多くて、<laughs> あ,<ー>あの、私だけ手振ってるときとかたまにあるんですよ。 おーみたいなのやったら相手はあでも確実に気づいてないかもしれないその人はもしかしたら、うん、私が声私の声がちっちゃかったとかに気づいてないかもしれないんだけどそ、うん、スルーしてなんか友達にめっちゃなんか笑われるっていうのはよくありますね。うんか <laughs> 今,今気づいてたみたいなこと言われて、うん、いや気づいてないと思うみたいなあははぐらいな感じで終わらす時もあるので。はい うん、でも、うんまあ、相手に無視されたときはまだいいですよ、私が無視したときはちょっと気にするかも、うん、逆に。相手に無視されたら私が我慢すればいいじゃないですか、一応。うん、だから、うん、っていう感じですかね、自分が無視したときは考えちゃう、その後もずっと。<laughs> ああ、あの時相手どう思ってたんだろうって思っちゃうので、うん、なるべく無視はしないようにはしてますね。うんえらい はいということでさっきのね私の疑問は私だけだったということで <laughs> いやもっと共感されるかと思ってたじゃ、まあま気にする人はいるんじゃないたまたまこの二人が気にしない、ねうん、そう他のメンバーはわかんないよあ,、うんうん、あそうだね、うん、そうかもしれないねちょっと今度他の一人も <laughs> 聞いてみます <laughs> いみはいでは,はい、はい、どうしようかなあと一つぐらいいけるいけるいけるじゃあこれも私だけかもしれないそうなってくるとえっと 美容師と目が合った時の対応の仕方のや, <laughs> やってもらってる時ヘアをそうそうそうあ,<ー>あのさ雑誌とか置いてあるけど私あんま雑誌見ない人なんだよねどっちかというと美容師さんと会話したいタイプだから、うん、なんか髪切ってもらってる時とかもずっと鏡見てるのだし,、うん、あだし髪がどういう状況なのかも見たいからっていうのもあるんだけど、うん、ずっと見ててそしたらなんか髪乾かしてる時とかに美容師さんと目が合うじゃんたまに。はい その時、え一応、なんか、あニコってするんだけど何回もあると,と気まずくなっちゃってこれ、美容師さんどう思ってるんだろうっ <laughs> てるえこの子ずっと見てるって思われてるのかな <laughs> と思っていい加減雑誌見ろよみたいな <laughs> って思われてるのかなみたいな。って思うんですけどこのこれれはは。どう対応したらいいでですすかか。ね、私はこれですかえ男性とか女性とかでも変わらんああ 美容師さんが、あでもどうだろう。最近でも女性の方にしかやってもらったことないから、でも男性でも同じ感じかも。あ同じか。うん。男性だったらねこの子、俺の子ずっと見てくれてるそう思われるか。いやわかんない。なんか自分の髪型なんかチェックしてるんだなみたいな。美容師だからね髪を集中的に見てるかもね。あそうだよね。この子なんか失敗しちゃったかなみたいな。うん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 。 だかからなんかずっと私見てるからなんか美容師さんに変に気を使わせてるかなっても思うしだからといってさなんか雑誌見てるとさ雑誌見たら下向くじゃんそしたらさ髪切るときちょっとなんかなんだろうずれないかなみたいなめっちゃ心配になってプロだから大丈夫だよでもさ切りやすさで言ったらさ絶対前向いてる方が切りやすいじゃんこうやってるより自分頭直されてよお前 ほらねそういう時あるよね。ってなるとさ雑誌こうなっちゃうわけよ。あなんていうのめっちゃ姿勢よく持たないといけないわけ、うん、雑誌を、うん、いそれよりかは鏡を見て自分のヘアスタイルをチェックするっていうのやってるんだけど <laughs>、はい、いやね目合った時どうしようってなっちゃうえゃらん喋らないのあまあまあまあ,まあってる時もあるんだけど、えーうん、ドライヤーで乾かしてる時とかはさちょっと聞こえないから多分喋らないんだよね。 ドライヤーで乾かしてるときは別に前向かんくていいずっと見てる <laughs> <laughs> 私ずっと見てるもうんかひたすら中髪見てる<あ>なんでだろうそれがおかしいのか自分たちはもう下向いたりとかもね切ってもらってるから髪乾かすだけだったら別にどこ向いてもいいかな<笑><笑>確かにそうだねそうなんだ、うん、いやなんか雑誌ってさ結構集中できる美容室で美容室で まあできる時はでききるるは本当に美容師さんがおしゃべりな感じのときはもう雑誌は集中できないじゃん、うん、見れないから。うん、でおしゃべりするんだけど、うん、なんか男性のスタッフのときとかはなんか姿勢よくして目線だけ下に向けてもう雑誌を集中して見てるかもそうなんだ、うん、いやー私雑誌に集中できないんだよね。あー だから雑誌見てる意味ないじゃんと思って閉じて結果鏡見るよね、はい、ずっとひたすら <laughs> ひたすら鏡見てるもんそうそう <laughs> でなんかね結構な頻度で美容師さんと目が合って <laughs> ああみたいなでやっぱりそれでも目をそらさないっていうひたすら鏡見てる <laughs> ひたすらもん <laughs> 嫌な客だなめちゃくちゃ嫌な客だろ、ね、な,な,になにの何えなんでいいじゃんいいじゃんえレッシャーかけられて ど<え>どういういタタイプ<俺>どのタイププ、あのーうん、声かけられない限りまず喋らんからあそうなんだだからもう絶対もう本とか見てるああ雑誌ずーっとそうなんだえちなみにさ全然話変わるけど、うん、男の人に男の人に持ってくる雑誌ってどういう雑誌なの、うん、雑誌っていうか別に普通に自分が持ってる本とか、うん、あ本持っていくってこと持っていくの持っていくの持っていくの でもああ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 あっていくという発想がなかったあそうそういうたなんかこっちの女性陣が行ってるような店か分からんけどなるか分からんけど漫画とかも一応置いてたりするわけねああそっかそっか俺が行ってるところはあそうだね確かに男性の美容室とかだと美容室かうん床屋ああ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 あ そうだね。うん、確かに。あそうだね、話さなくていいし。話さなくていいね。うん、もう漫画をひたすら読めば。そ<ー>うかそうかそうか。 いやじゃこれも私の問題ということでまあ見つめることがないから鏡見るのがなんか苦手だから自分もそんなずっと見れなくてまあさ絶対今日和子が疑問に思ってるこの目線が合う目が合うのがもう怖くて怖いなどうしようみたいなあそうなんだ鏡は見てるけど目線はらしてるけどか目合いそうってなった時はもう。 雑誌の方に雑誌がめっちゃ置いてあるじゃん目の前に準備してるじゃんそっちをチラッて見てああそうなんだ話けてくれたら話すあやばいどうしよう私めっちゃ恥ずかしいことしてたなみんなそうだと思ってたから私だけなんだ他の私だけではないかもしれないけどあんまりいないかもねいっぱいはいないんじゃないあんまりいないのか見すぎた私は 鏡を見すぎた。反省。反省。とか言いながら、多分次行く時もずっと見てるはず。もう、これはずっとやってほしいます。本当にもうね、じゃ、見るのが好きなん、あ、自分をじゃないよ。この手つき、なんだろう。切ってる時の。なんか、切り方とかさ、見るのが好きなの。この美容師さんのこの。技。技。そうそう、技とか。そうそう、あと乾かし方とか見ながら、勉強してるから、だから見てるのか、もあ、それか、じゃ。 美容系っていうかねそういうおしゃれ分かるこの意識する人たちいるなんかちゃんとねそう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 おめかしなんていうの見た目に髪の毛とかの意識アスタイルやる人意識してる人は多分見てる人多いかもしれないね美容師さんがどうやってるのかってそうだねじゃあ私は意識してるっていうことですかねいいと思うじゃいいことなのかな勉強してるってことでありがとうございます よかった。今後も見つめ続けます。<laughs> はい。はい。いということで、今週の疑問はこの辺にしたいと思います。また、えっと、今後も皆さんからの疑問もどしどしお待ちしてますので、送ってきてください。お願いします。お願いします。以上、今週の疑問でした。 はい。ということで、早いもので、もうエンディングになりました。はい、ではですね、ここで FM 小座から大忘年会のお知らせをしたいと思います。今年もこの季節になりました、大忘年会。日頃お世話になっている皆様への感謝を込めて、パーソナリティ様、スポンサー様、そしてリスナーの皆様を交えての、親睦を深める楽しい時間をお届けします。開催日が12月8日、金曜日。 場所が沖縄市子どもの国レストラン海族工房。参加費がお一人様2500円。時間は午後7時から10時までとなっております。受付は6時半からとなっています。そしてこの忘年会の申し込み方法は、直接 FM 小山にご来局していただくか、電話やメールでのお申し込みとなります。電話番号は098-934-8653 098-934-8653そしてメールアドレスは7 6 1アットマーク f m c o z a j p となっておりますまた団体様でお申し込みの際はご参加される方全員のお名前をご記入ください申し込み期限は12月5日火曜日までとなっておりますので皆様たくさんのご参加心よりお待ちしております以上 FM コザより大忘年会のお知らせでした、はい はいということで何か聞き逃していませんか皆さん大丈夫はーっと言ったけど今いつか覚えてる ?12 月8日ね金曜日のの子供の国のレストラン7時から10時2500円参加締め切りがあさって火曜日5日まで素晴らしい100点さすがですということで皆さん忘年会ね チーカも参加するんだよねそうですね私は FM コザのボランティアスタッフなのとしてあの受付していますので皆さん会いますよチーカーに会いたい方はぜひ来てください受付だからねみんなに会えるねそうだよやったそれとねビンゴ大会もあるからこの忘年会そうなんだいろんなね景品があります自分も去年行ってビール一ケースあって帰ってきました最高だねビール飲める 飲める <おー S 1> <laughs> でも, <laughs> でも知り合いにな、うん何だろう。うん と一緒に飲んだね。お裾分けみた一人でじゃなくて。一人ではダメだ。あ一検査。一検査はきちい。だって一缶も飲めないもん。あ、そうなのあ、そうなのね。北部だからさ、北部の人結構お酒強いイメージがある。強いね。中華も強いのかなと思ってた。あ飲めるよ。でもビール以外。あ、ビール以外か。ビールは確か苦手な人も一応多いよね。ちょっと苦いからね。まあ一応他にもいろんな景品がホテルとかのチケットもあったりとかもありますので、皆様ぜひぜひ。はい。 皆さんぜひ申し込みしてください、12月5日火曜日までなので、までなのあさってだね、です結構迫ってますので、皆さん、どしどし申し込みお願いします。はい、ということで、あと1分20秒ぐらいになったので、どうしようかな、あ、忘年会、そうだ、忘年会は皆さん、予定ありますかありますね、ゼミとかね、大学のゼミとか、そうだね、あん。 ゼミの忘年会来来週週かかかそう、なんああ、れ、忘忘年年会会いって言っちゃえば何でも忘年会になるね今の時期だとじゃあね皆さんもう忘年会シーズンということであの寒いのでしっかりと皆さん寒さ対策してください今日の私みたいにアウターを忘れたっていうことがないようにですね皆さん飲酒運転も気をつけてそうですね絶対ないようにねうん 楽しい年末を過ごしましょう。はい、はい。ということで、今日の放送をお届けしたのは、日和子と、知念と、ーカーでした。はい。ではまた来週もお願いします。ますバイバーイ。バイバーイ